はい、こんにちは、イチローです。今回の企画は剣河タイヤさんのオールシーズンタイヤ。オールシーズンタイヤって聞いたことありますか？まあ、はい、ありますよ。お、まやちゃんすごいじゃないの。なんか最近ちょっと CM とかもしてるじゃん。俺知らなかった。え？これなんかオールシーズンタイヤらしくて。おお。ちょっといいですか？オールシーズンタイヤっていうのは名前の通り夏冬兼用タイヤ。つまりスタッドレスだと夏はやっぱり使わない方がいいと。うん。オールシーズンは夏も冬も OK っていうタイヤなのね。はい。じゃあそんなんめちゃくちゃいいじゃんと思うじゃん。めっちゃいいよね。もちろん欠点もいろいろある。おう。いいところ悪いところあるんで、ちょっとそこもいろいろ含めて説明したいと思います。はい、はい、まず見たくれはスタッドレスにすごく似てますよね。そうですね、このタイヤの感じとかすごく特にこういうギザギザのところとか。はいね、で、あともう一つこのタイヤでね、うん、オールシーズンタイヤって一応なんか冬も OK だよ、雪道も OK だよ言うけど、チェーン規制とかの高速道路、うん、ああいうとこ走れるのかと。あ、確かに。本当にいいのかと、うん、思っちゃうじゃない、うん、ここにねスノーフレークマークが記載されてますよね。このマークがついてると冬用タイヤとして認められるので、スタッドレスタイヤ同様冬用タイヤになるんです。じゃあスタッドレスいらんじゃんみたいな。うん、そうでもないのね。これのタイヤがいいっていう人とスタッドレスがいいっていう人と多分いると思います。はい、じゃあこれはどういう人におすすめなのかっていうと、街乗りだけでそんな雪降るところも行かないいう人は、もしかしたらそのためにわざわざ別のホイールとスタッドレスのタイヤをまた交換もしなきゃいかん、保管もしなきゃいかんっていうぐらいだったら、これで年がら年中 OK じゃんみたいな、うん、いうのもあるかもしれない。はい、じゃあちょっと一体見てみましょう。スタッドレスって夏がダメな理由ってわかる？スタッドレスは柔らかいから削れちゃう。おー、それもあるね。あともう一つ、柔らかいからもう一個あるんだ、大事なものが。止まれない。そう、すごいね。ドライのところで止まれない。そう、まあ止まれるんだけども制動距離が伸びちゃう。伸びちゃう、うん、つまり柔らかいからこそ雪の本当氷の上も OK だけども、今は路面冷たいんよこれ、はい、太陽が当たっとっても、うん、寒いから、だからこういう時はまだ柔らかい方がまだいいんだけど、夏だともうほら手で触れんぐらい暑いでしょ。暑いです。ああいう状況になると柔らかいタイヤは摩擦がもうブレーキ効かなくなってくる。うん、まあ、制動距離が伸びるんだよね。はい、それで危ないよっていう。あとは柔らかくて暑いからあっという間にタイヤが減るよみたいな、うんうん、そういうところなんで、じゃあオールシーズンはどうかっていうと、硬いです。これ爪を押してもね、なんかもう夏タイヤって感じ。ゴム質的にはじゃあ結構硬め。硬めだから逆に言うと本当に表情性能で言ったらスタッドレスの方が上。うん、絶対。それでね、ちょっと夏タイヤと比較してみよう。はい、夏タイヤです。オールシーズンタイヤです。だいぶ違うよね。ぱっと見やっぱりすごくスタッドレスにこれは近いよね。近い、うん。でもゴム質どうですか、触った場合。ゴムはね、いやなんかほぼ同じようなレベルだと思う。じゃあこのパターンがスタッドレスになってて、こういうギザギザのところもやっぱり雪とか氷とかをグリップさせるのかな。ただね、柔らかさ的には変わらないんだけど、手応えはこっちの方があるかな。要するにどういうことかというと、ちょっと引っかかるか、こっちはつるんといく、こっちは引っかかるみたいな。なるほどね、うん、はいはいはい。もちろんこれも新品だからあれだけど、一回ちょっとこれ履いて雪道をね実際走ってみたいなと思うんです。で、これだと M プラス S っていう表記がないんで、これはこちら夏タイヤはねないですね。ないですね。ないんで、これだとやっぱりあの、もしいきなり高速道路が雪チェーン規制って言ってもこれじゃダメなんですよ。降りないといけなくなりますね。そういうこと、そういうこと。だけど実際どう、あの名古屋付近の高速道路ってちょっとでも雪降ったらもうすぐチェーン規制。そうですね、そうになるから、実際チェーン規制のところ行ったってちょろっとしか雪ないいうことはよくあることなんですけど、はい、うん、そういうところで行くとやっぱり
雪国の人はもうやっぱ僕はスタッドレスがいいなと思うんですけど、うん、あまり雪降らないよっていうところでタイヤ交換めんどくさいよとかいう人はこれがいいかなと思うんですけど、実際雪の性能が気になるということで僕らは今から雪道へこれ装着して行ってきたいと思います。はいはい、はい、じゃあタイヤ交換しましょう。はい、こんにちは。あー、はい、どうも、お疲れ様です。さあ今回初の新しいタイヤ交換機がいよいよついたっていうことで、どんなタイヤ交換の機械がついてるんでしょうか。前のおじいちゃんここにおるよ。おじいちゃんこっち側に天台です。まあ、こちらはこちらでじゃーん。わーすごい、なにこれ、メカメカしいでしょ。これは自動、半自動、半自動だって。おお、すごい、あ、持ち上がるんだね。そうそうそう、お、すげえじゃん。乗用車だったら全然ね、必要ないんだけど。そこまで上がるの。そうそう、うちの四駆なんかはね。はい、グッド。山本さん、ありがとうございました。イエーイ。さあ、できましたよ。完成。はい、じゃあこれ、今から車につけて雪道レッツゴー。はい、装着しました。じゃーん。もうね、なんか見た目はもうスタッドレスタイヤだね。そうですね、溝もかなり深めだし、この並々もこのね、並々も、うん、はい、これが夏も OK っていうね。で、一応これはオールシーズン履けるタイヤってことですよね。そうで、ちょっと今ご覧の通り、もうあの天気はいいわ、雪はないわね超ドライで、全国的に今雪がなくなっちゃった。そうですね。だからまずはドライ性能から始めてみたいと思います。はい、雪道はちょっと最後にちょっとお知らせをします。はい、はい、出発。はい、出発。まずはドライ性能から、はい、スタート直後の印象はどうですか。なんか音がもっと気になるかなって思ったんですけど、それよりもこのヤリスクロスの音の方が気になっちゃうあ、本当だね、エンジンの音の方が、うん、目立って、全然このロードノイズ的には気にならない。これ前のあのケンダタイヤ、はいはい、こっちの動画ね、タフトで撮った動画、この時もすごい静かだったじゃん。すごい静かだった。音の静かさで言うと、うん、すごいね。すごい音で言うとスノータイヤっぽくはないかな。あの僕これこう横に乗っとっても、うん、この振動っていうかね、おーおー、うん、はいはい、そういうのも厳しい目線でいくと、もちろん、静かなタイヤあるじゃんね。あ、すごく静かさを追求してるタイヤに比べると、はい、やはり、こう、気持ちの振動であったり、音だったり、多少のロードノイズはあるんですけど、うん、もちろん。そうね、ただ、この、スタッドレスっていう見方をすると、これは僕は圧倒的静かの部類になると思いますね。乗っとるあやちゃん本人的にもどうでしょうね。音は思ってるほど本当に出てなくって、それこそエンジンかかってる時のエンジン音の方が気になるぐらいだし、あとはちょっとこのなんだろうな、で路面を拾う感じは少しあるかなとは思う。でもこう溝が大きいからってシャーって音がするとか、こうスタッドレス特有なあの感じの音とかは全然感じない、うん、乗ってて不快感は全然ないですね。これはちょっとすげえね、いい感じ今のところ。でもブレーキ性能でいくと、まあ、どうだろう、普通の夏タイヤに比べてどんな感じなんだろうね。そうですね、ブレーキ今のところはすごくゆっくりな感じでブレーキかけてるから、一般道はそうだよね、基本はね。こう一般道で今走ってる状態だと全くこう不安な感じもないし、止まんないみたいなのもないし、全然悪くないよ、いい感じ、しっかり止まる。まあ、あとはこれ、本気でちゃんとやろうと思うと、おそらく、もうサーキット持ってってフルブレーキングやらんとわからない。この道はちょっと若干こう、カーブが多くて、ワインディングっぽく走れるんですけど、うん、この、カーブ走ってても、グニュッと感、うん、
全然感じない。まあね、本当に横に乗っとっても分かる。しかもやっぱ静か、どう聞いても静か。いやでもあのハンドリングがすごく良さそうだね。ハンドリングもすごくね、素直にしっかりいい感じですよ。あとね、外から聞いとった音もね、はい、本当に意外と静か。これちょっとね、外からの映像、はい、聞いてみてください。ドライ性能終わりました。はい、次は雪道。はい、いやちょっと雪道行ってくるよ。レッツゴー。はい、いよいよ雪ですよ。降ってます。はい、まだねこの辺はパラパラなんですけど、うん、はい、うーんと、まだ路面だいぶ濡れてきてますね。路面濡れてきてるね。はいはい、それでこの先、じゃーん、ここはサービスエリアなんですけども、はい、雪遅延規制となってますということで、さあこのタイヤどんな走りをするでしょうかね。ね、ね、これはもうもちろんオールシーズンタイヤなんで、はい、チェーン規制 OK、 大丈夫です。はい、いうことで、じゃあ雪道行きましょうか。この先行きましょう。どんな雪が降ってるかな。さあ、あやちゃん、はい、まだ今のところ全然雪大丈夫ですね。そうですね、雪が降ってる感じは今なんか止んじゃったしないね。はい、まだ雪は降っていません。はい、お、でも見て、雪注意って。お、雪注意。お、なんか変わってきたぞ、景色が。急に雪っぽい。急にやばい。急に出口雪って、もう入り口も雪です。急に雪降ってきたね。すごいね。さあ、このトンネル過ぎたらまたどんな風になってるでしょうね。もうなんかすごい感じがするけど、すごい感じがしますか。さあ、すごい。おお、いや、すげえ。まあただ今はまだこう雪が道路にはありませんので。そうですね。今の感じはどんな感じですか。今の感じは全くドライと変わらない感じがする。変わらない。さあ、まだまだ行くと。あやちゃん、はい、急遽高速道路から降りました。はい、道路に雪があったから、お、雪あったぞって言って降りてきたんですけども、ちょっと路面はもう溶けてないですね。降りたらあれみたいな。積もってるところはあるんですけどね。まあこれ今でもウェットじゃない。だいぶウェットだと思います。ね、完全ウェットだけど、ウェットの感じはどう。逆にウェットの感じね、全然心配ないよ。すごく安定して走れてます。こういうカーブのところとかも全然こう心配な感じがない。はい、それじゃあね、あーちゃん、はい、もうちょっとで、はい、そう、そこ、はい、ここね、はい、まず今シャーベットですか。シャーベットね、よし、行きますよ。はい、さあ、ここはゆっくりよ。おお、完全に雪道だ。え、すごい。え、問題ないじゃん。ちょっと後ろから車来ない。ちょっとブレーキ踏んでみて。あ、止まるじゃん。全然いいじゃん。え、後ろから車来ない。よし、行こう。よし。ただ、油断禁物ね。はい。おお、これも完全雪道です。おお、雪になってる。どう？いや、全然なんか何にも変わらない。へぇー、じゃあここでちょっとブレーキ強めに踏んでみて。はい。おっ、おっ、おっ、おおおおぐぐぐぐぐとアンチロックブレーキ、はい、聞いた感じだね。うん、なりましたね。なったね。変だ。すごいね。すごい。いや、意外と止まるやん。もちろんこれ、ス
タッドレスタイヤほどの制動力はないにしろ、うん、もうノーマルタイヤとは比較にならないぐらいのね、違う、やっぱ違うなっていう感じは乗ってて思いましたね。ノーマルタイヤじゃ止まれないよね絶対。いや結構怖いんじゃないかな。あれノーマルタイヤだったら絶対滑るな、止まらない。いやーやっぱりこれオールシーズンタイヤもある意味ちょこっと雪だったらいいね。いやありですね。じゃあもうちょっと雪の多いところ行ってみましょう。はい。まあ見てる人たちにねちょっとなんか若干やっぱこういうとこも欠点かもっていうところがあると言いたいんですけど、このウェット路面でのこう今この乗った感じの欠点、はい、どこですか。今んとこない。おこれ高速道路また乗ったんですけど、はい、これはノーマルタイヤきついですね。ちょっと怖いですね。今の感覚はどうですか。何も変わらない。何も変わらない。それは私が鈍いからなのか。いやでも全然こう不安な感じもないしな。この車だと多分なんか滑るとなんか制御が入るから、うん、なんかおかしな制御が感じるとやばいってことだろうけどね。うん、でもそういうのも別にね。完全に雪っぽくなってきたね。雪っぽくなってきたね。本当だね。いやいや、これはノーマルタイヤは危険ですわ。これこれノーマルタイヤで走ってたらどうなりますかね。滑っちゃう。ああ、もうまずブレーキ効かないよね。おお、怖、まあ、ここでブレーキ踏んでくれとはよう言わんけど。すっげえ綺麗だね。すごいですね。天気が良くなってきちゃったね。良くなってきちゃった。晴れてきちゃいました。いや、これはこれですごく綺麗です。この辺で降りてみたいと思います。はい。うわ、すごいな。すげえね。完全にここは雪だ。雪道だ。どうですか。まあ、気持ち的にはちょっと不安な感じがするけど、うん、走り心地は特に変わった様子があんまりない、ね、本当はあのこれ今ちょっとあやちゃんに運転してほしいとご依頼が来てるもんですから。はい、運転させていただいております。すごいね、これカーブじゃん。カーブだけどさ、別に滑ってる感じとかも、まあもちろんちょっとシャーベット状みたいな状況かな今ここ。そうですね、ここは今シャーベットな感じ。あ、ちょっとゆっくり行こうね。そうですね。はい。お。急ブレーキはかけないよ。はい。おお、完全に雪だよ。よし、ちょっとドライブでエンジンブレーキ効かして。うわー、すごい。すげえな、これ完全に雪道だよ。これノーマルタイヤじゃ絶対走れんやっちゃ。こんな感じにも走れないですかね。いやー、きついきつい。これ下りの右カーブだから、うん、まあ左カーブも一緒だけど。ガードレールガチコンってやるよねこれ。おー、でも全然その不安な感じないよ、走ってて。ほんと全然ぐんぐん進んでく。滑ってるのとも違ってちゃんとこうタイヤが設置して進んでるって感じがする。マジ。うん、そのブレーキかけた時がどうなるかが分かんないけど今はまだ。でも走ってる感じは別にスノータイヤとさほど。雰囲気的に、うん、しっかり走ってる感じがします。よし、ちょっとどっか止まれるとこだったら僕と変わりましょう。はい。え、止まったじゃん。ギュッてちゃんと止まったよ。すごい。これまあまあ雪よ、これこれ、曲がる時も全然苦なく。うわー、これはノーマルタイヤじゃ絶対ダメなやつやわ。あー、ここ結構なんか固まってる感じがする。凍ってるっていうの。これ減速もスムーズに。は
い、もう完全に雪道さ、ちょっと上り坂、ここだとスピード出ないから。え、ぐんぐん登ってくじゃん。え、すごいすごい。はい、ちょっと止まってください。はい、ああはい、今聞こう。あ、やっちゃう。これ完全に氷じゃん。凍ってますね、これね。ほら硬いよ。まあもちろんその北海道みたいなあんなこう完全なアイスバーンではないけど、うん、だから多分スタッドレスだとまあ余裕かな、うん、でもこれノーマルタイヤじゃ絶対無理よ。いや怖い。これでちょっと今から僕はあそこからこうカーブ曲がってね、はい、外からの映像撮ってみてください。はい、ノーマルタイヤだとハンドル切ったってラララララみたいな曲がんないぞーみたいな。もちろん安全運転で行きますよ。お願いします、はい。うわこれ本当だな、ノーマルタイヤでは絶対無理な走りができますね。これカーブを、まあもちろん安全運転ですけど、はい、ちょっと走ってみたいと思います。もう乗った感じ、うん、ノーマルタイヤではもう絶対これスタートもできない。おう、ガーガーってなって、うんうん、でこの子の場合スタッドレスほどのなんかめっちゃグリップするっていうほどではないけど、うん、もう圧倒的ノーマルタイヤとは比較にならない。要は雪道でも走れるよね、このタイヤで。しっかり走れる。でこれカーブ曲がるじゃない。曲がる。そしてちょっとここ駐車場のところで止まってみます。止まるんだよね。止まれる、はい、ただきつい上り坂だと厳しいかもしれない。これ2区だからね、まず、まあ、車自体もね、うん、本当はやっぱり4区の方がいいよね、うんうん、でただそのもうまるっきり走れないっていうわけじゃないよね。うん、オッケーオッケー、大体分かったよ。ちょっとじゃあもう少し走りますね。はいはい、ここ止まれ。はい、止まれ。うん、まあゆっくりのスピードでもぐっとブレーキを踏むとこのやっぱアンチロックブレーキがすぐに介入するいうことは、うん、表情性能でいくとそのオールシーズンタイヤっていうのはこういう感覚なのかなって思います。ただアンチロックブレーキがちゃんとついてて介入すれば、うん、止まると、最終的に、はい、この一番多分厄介なノーマルタイヤなんかはカーンってロックしてそのままスル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 っていっちゃう、うんうん、はい、そういう意味ではやっぱりスタッドレスタイヤではないけど雪道も走れるオールシーズンタイヤっていう位置づけでしょうね、うん、いやすごい万能だよね。いやこれで夏 OK なんだからね、すごいよ。まあもちろん僕オールシーズンタイヤ履いて走るときにはやっぱりすごくこう慎重な運転をしてもらって、で安全運転で車間距離空けていうのは大事かと思うんですけど、そうですね、うん、でもなんか雪だから全く走れないやみたいな、うん、そういう状況にはならない。今これ上り坂、上り坂です。はい、左がこれね雪これね、うん、でももうここからおお、もう完全にこれ今すごいまあまあ坂道、結構坂道ですね。まあ多分これもう
ここで止まっちゃうとちょっと2区だからな。でも4区だったら多分いいだろうね。そうですね、いけるんじゃないかな。まあ、あの過信は絶対ダメですね。過信はダメだけど、あのノーマルじゃ走れないようなところも走れます。はい、ただ今のところ安定しますよ。そうですね、あのもうなんか本当にあの普通に走ってます、こんなカーブの上り坂で。はい、帰ってきました。はい、はい、まあ、僕の感想、うん、氷の上とか雪道はスタッドレスの性能を超えるはずがない、うん、これは同じですよとは言いません、うん、だけどやはり僕らみたいなこういう地域住んでてタイヤを置き場所もないしスタッドレスに交換するのもちょっと面倒くさいな、そういう方で万一の雪のために安心が欲しいというとおすすめです。おすすめ、はい、という感じがしました。はい、ということでこのケンダタイヤさん、はい、うちの説明欄に、うん、ホームページリンク貼っておきます。はい、皆さんの該当するタイヤサイズあるかな、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、それではありがとうございました。ありがとうございます。